浜沢グリンクのドラゴン遅いです。翔太です。赤嶺です。佐々木です。今日4人集まってるんで、こんな美容外科医には注意しろ4選っていうのやっていきたいと思います。じゃあ赤嶺先生から。僕が考えるのは何々専門医っていうやつですね。専門医っていうのは、まあ、その専門医機構が認可を出している専門医しかないんですよね。形成外科専門医とか、まあ、内科専門医、外科専門医、まあ、そういった専門医っていうものしかないんですけども、インスタだったりとかね、広告出してるとこだと対専門医とか法教専門医とかね、自称法なだけなので、まあ、けど患者さんは多分本当にそれが専門あるのかなって多分思っちゃうと思うんですよね、うん、専門と言いつつもやり始めてそれしかできないけど専門がって言ってる人も多分中には多分結構いるんですよね。専門にやってるって言うとセーフなんですよね。ああ、そう、専門医って言って、そうだ、なるほど、ね、そうなの、俺じゃ医学に詳しいから医学博士って名乗っていいのかな。そうだそれ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 だ。カップラーメン専門家とかだとやっぱ料理できなくてもやっぱすごい人聞こえますね。すごいな、詳しいのかなってどれで一回聞いてみようかなって。お湯入れれますみたいな、お湯っていう感じのノリで聞こえちゃうんですよね。だよね。そう、何の料理家でもないのにカップラーメン専門家、確かになんかすごいやつなんだって多分みんな思ってるんですよ。二重専門医とか熊専門医って言われる、思うとね。確かに、うん、ちょっと立ち止まって、ね、この人本当にそうなのって考えた方がいいかもしれないですね。ちゃんと経歴等を見て、本物の専門医はちゃんとね、学会に検索すると出てきます。はいはいはい、あ、そうですね、専門一覧があるから。続いて私、元の経歴を必ず見てください。形成外科とは言いません。元外科系以外の美容外科医っていうのは僕は基本的にもうね、一切信用してないです。元内科、元眼科、元小児科、麻酔科は僕はありだと思ってます。麻酔科の先生っていうのはやっぱ結構主義が多いし、まあ、結構小器用な人が多いし、麻酔の技術自体は結構美容外科でも非常に重要になってくる。外科系医師、麻酔科医師以外の美容外科医って何がしかの理由で辞めて美容外科に転校したっていうことなんですね。科を辞めて転校するのなぜかっていうと、それはその子が合わなかった、あるいはもっとお金が欲しいっていう理由に決まってるんですよ。これ決まってるんです、これは。そういった科の先生たちは僕はあまり信用してません。主義やりたければ絶対外科系には来てるはずです。そうなの。来ない時点で絶対不器用ですよね。そうなのよ。不器用で美容外科が好きで形成外科細かいこと好きなんだったら、まあ、最初からそんなに行きゃいいだけの話であって、うん、なんで君小児科に行ったのみたいな、例えばね、いきなり形成とは言わないまでも、うん、マインド的に外科系である必要はありますよね。そうなのよ、そうそう、はい、その理由がよくわからないんだよね、うん、はいはい、長すぎる高の勤務歴っていうのはもう幼稚園の、幼稚園の、あ、まあ、こうリスク因子なんですよ。だからお金のために医療機関に行きたい決まってるんです。そうです、ね、というとはっきり言いましたね。そう、決まってるんです、ね、塾 の、 生徒さんのお父様が僕の塾のお金が高いからって言って美容に転校しました。なんかそれはなんかすごい苦しいぞ。詰まるところでもそのお金のためでしょ。そうなんです。だから10年目とか15年目になると子供が受験になるんですよ。はいはいはい、そこでお金のニーズがバコンって上がるんですよ、ね、はいはいはい、それは僕の塾に来るためにっていうのはちょっと言い過ぎで、要するに受験とか私立医学部って考えた時に、このまま内科やってたらきついってなって美容転校したって言ってました。なるほどね。気持ちも分かるんですよね。分かる。そうけど患者さんからしたらちょっと、まあ、労働っていうのはお金のためになるもんだ、それはしょうがないんですけど、うん、ただまあ自分がオペ受けるならもっとリウマチ内科ですって言われたら違います。違うよそれは。佐々木先生、そうですね、 USMD 取ってない医者とか、あ、っていうのはまあ冗談として危ない危ない危ない、落ち込みそうだったんですね。落ち込んでたからね。米国医師免許持ってないとダメだみたいなね。そんなやつ何人いるの。この美容外科界で何人いるんですか。あんま聞いたことない、ま、いないんじゃない。でも US メリーをステップ3まで取った人ってあんまり聞いたことない。2までだよね、みたいな。2までとか聞いたことない。全部取った人ってあんまりいないですよね。うん、オンリーワンですかね。オンリーワンじゃないか、マジで。あ、いるかな。米国の医師免許名前だけで。いや、聞いたことないです。ないよね、美容外科医では。うん、そっか。佐々木先生以外は美容外科医になっちゃいけない。いけない人なんですよ、ね、でそんなみんな殺しに行かなきゃいけない。真面目に行くと、まあ、やっぱりその赤嶺先生とちょっと被るんですけれども、うん、やっぱり自称カリスマとかなんかそういうこう耳障りのいい枕言葉をつけてこう不当に売り出してる人はちょっと気をつけた方がいいかなって思ってます。美
局そのなんで自分でそういうふうに言わなきゃいけないかっていうと、そういうふうにやらないと売れなかったりとか、そういうふうに自分をこう大きく見せないと患者さんが寄ってきてくれないような先生なので、見栄を張りすぎちゃってる感がすごい強いんですよね。見栄を張りすぎてる方って何が起きるかっていうと、結局見栄を張ったオペをしちゃうので、うん、ああ、だからそういうのも含めてちょっと危ういなっていうふうに思ってますね。だから一人よかりの治療で、結局美容医療ってこう自分が作りたい形と患者さんが求めてる形が違う時ってあるじゃないですか。でそれをすり合わせるのに大事なのがカウンセリングなのに、一方的にこうこちらの理想としてはこの形が切れたからドーンっていうふうにやっちゃう傾向にあるのかなっていうふうにはちょっと思ってますね。ああ、押し付け、押し付けね。いや、その、あの、別に悪いとかじゃなくて、多分本人はもうその自分の作るのも最高だと思って、うん、はいはいはい、もう何の悪気もないと思いたいんですけど、うん、結局だからそれを患者さんがしてみれば、あ、もうこんな鼻高くされちゃってとか、うん、っていう風になっちゃうと思うんですよね、うん、だからちょっと齟齬が生まれる可能性があるので、うん、まあ、そこちょっと気をつけた方がいいかなっていう風に思ってます。僕はですね、うん、やっぱり、まあ、一番大事だなと思ってることがあって、形成外科専門医を持っているってんなんかこの中に一人だけ多分形成専門医を持っていないやつがその考えを持ってないやつっていうのはまともじゃないです、正直。まあ、国に認定された専門医を持ってない医者の言うことは聞く必要がないですけど犠牲があっていいとは思うんですけど、やっぱりクズだと思います。クズ中学生やばすぎる。ご視聴ありがとうございました。当院のインスタグラム、僕たちのインスタグラム、フォローよろしくお願いします。インスタグラムでは症例写真、毎日の手術写真、質問コーナー、お得なお知らせ情報を配信しております。おすすめ動画とチャンネル登録はこちらから。バイバイ。